小道島行きましたけどね。ちょっとこっち側からやと、よいしょ、そのまま愛館に乗り換えができるんですけど、あれかな、切符が乗り換えが、どっかに書いてねえな、書いてないな、どっか、うん、ないな。あれ？どっかに乗り換え用のタッチがあるんちゃったっけな。あれ？どういうあれやったっけ？いいや、想像しないとです。出たら何かしらあるし。ちなみに構造寺は春日井市ですね。春日井というと、まあ、春日駅のあたりはね、当然中心のところで有名ですけど、南に勝川か、で北にこの構造寺、こっちがどっちかというとベッドダウンってイメージですけどね。こんな構造図が立ち入ってんだ、構造図。一回出たらいいのかな？どうやったらいいですか？で、ここから、アイカンが出てますよと。で、この切符は、アイカンは対象外なんで、別途アイカンの切符を、構造寺から岡崎までか買わないといけませんと。岡崎までが890円ね。よいしょ。これはこっちで買えるのかな。これで買えるね。よいしょ、買った。 JR の切符ですけど、ちょっと相変わらずね、買ってありますからね。そう、これだけね、気をつけとかないと。生実家は別に名古屋から折り返しても行けちゃえるんでね。こんな感じでね。そう、これあのだから切符的にあのちゃんと買っておかないと、あのすごくしてるのか何なのか分かりにくくね、なってしまうっていうのがね。まあ今回ちゃんとね、なんならここまで1500円で、これ890円ですからね、あんまり変わってないっていう。一日乗車券は確か一緒の値段だったんじゃないかな。あ、タッチはこんなコンパクトにやってんだ。へえ。タッチはちょっとでっけえイメージやけど。でも八百屋オンリーでやってんだ。へえ。構造寺だ。あ、そう。ちなみにここまでね、ゆとりのラインも来てますからね。何してベッドダウンなんで、その団地の方にわーっているやつとかいろいろありますからね。正直ね、よく分かってない、構造寺の構造は。で、糸々ラインであれで大曽根の方にも出れるんですけどね。でも中央線でね、一本で行けるからな、そっちの方が便利な気もする。で、商店がいろいろありますよと。ああ構造図は何かしら何でもあるの、次の列車の時間が案外閉まってましたからね。あ、そうや、一応これで端っこから端っこまで行くから愛館のターミナル制覇にはなるのか。北口の方に団地があるんやったっけ。多分団地があるのは北口の方だよな。めちゃくちゃでかい団地ですかね、構造図は。で、ここは、よいしょ。もう次は20分か。もうあと5分で出るやん。
で、こっちの切ってね、はい、ちゃんと相手にお金落としましたね。で、中さんは、で、配管を、こっちと、どうした？お、ちょうどついた。ほら。来ましたね。岡崎。いや、これ、あ、下のマスターの理解のやつなんだ。へぇ、こんなんになったね。じゃあ、早速乗ってきましょう。そう。よいしょ。